両王とり氏は、中華民国の政治家。北京政府暗記派の有力政治家で、後に、中華民国維新政府の首脳に就任した。字は、周囲。番号は、偶像。6歳の時から2年間、日本での生活経験を持つ。帰国後に秀才になり、さらに1903年には、希望家巨人となる。1905年、京市大学堂に入学した。 1908年の卒業後、三島省の上るライダカニカは動員講書で課長に任命され、間もなく教職に転じた。中華民国成立後は、国務院で職に就き、遠征外が創刊させた新聞である、アジア法で記事を書いた。1915年9月、遠征外の皇帝即運動における、西岸連合会分と組副主任となり、 福建省の正願人としても名を連ねた。1916年6月の演示後、両王取氏はは、段絆率いる暗記派に組みし、段芝木の秘書長を務めた。この間に、王友党と進行を結び、1918年3月に、王が安福クラブを創始すると、針もこれに加わる。さらに参議院議員に当選し、8月に、 参議院秘書長に就任している。1920年7月の安直戦争で安休派が敗北すると、針も指名手配されたため、天津の日本疎開に逃げ込んだ。1924年10月の北京政変で、段気随が臨時失勢として復権すると、両大取りも臨時失勢秘書長に就任した。1925年には、日本側と合同で、 東方文化事業総委員会中国委員となっている。しかし、同年11月にハリは、辞任を余儀なくされ、天津に偶居した。しばらくして、団も失脚している。1927年、張作林のもとで、暗黒軍総司令部政治討論会委員に、任ぜられた。1928年、中国国民党の北伐勝利とともに、両大取り氏も指名手配され、 しばらくは、大連に隠れ済んだ。1931年の満州事変後に、弾が天津から上海に移ると、弾が1936年に死去するまで、針はこれに随従している。日中戦争が、本格勃発した1937年末頃から、両大取氏は、日本軍の誘いを受け、新日政府の組織を準備し始める。 翌年3月28日、南京に中華民国維新政府が樹立された。両は行政委員長健康通部部長としてその首脳を務めている。同年9月、北平の中華民国臨時政府を率いる大勝都市と両との交渉を経て、臨時政府と維新政府の連合機関である中華民国政府連合委員会が北平に設立された。 1939年6月から、両王取氏は、王朝名との合流交渉を開始した。当初、ハリは王の花風に立つことを望まず、なかなか交渉は成立しなかった。結局、日本の圧力もあって、ハリは王の会となることを承諾している。1940年3月、南京国民政府は成立する。両は観察委員長兼。 中央政治委員会委員に就任し、これと同時に、維新政府は解散された。両は、1944年11月より、立法委員長に転じた。日本敗北後の1945年10月19日、両大取氏は、官官として、蘇州で逮捕され、上海へ移送される。1946年6月21日、チャンス高等法院第二分院で、 死刑判決を受けた。同年11月9日、重殺刑に処せられる。去年65。ありがとうございます。